ゴーストクレーターの断面図。ゴーストクレーターはクレーターに火山噴出物が堆積してできたものである。幻クレーターとも呼ばれる。水星では北半球の平野部においてよく見られる。他、月や火星でも見られており、金星にもあると予想されている。水星においてゴーストクレーターは地光やリンクルリッチなどの地質学的特徴を持っている。これらの特徴は、 流気や天体の収縮などで生じた力により形成されており他の地球型惑星ではまだ確認されていない。水星のゴーストクレーターの正確な発見日は定かではないが水星の地図が作られた21世紀であるのは確かである。メッセンジャーによって大部分の水星の地図が作られると多くの地形が発見された。2013年には水星の地図が完成し、 メッセンジャーに搭載されているマギーズやレーザーコード系により解像度の高い表面図が得られたためゴーストクレーターはより多く発見された。ここでは彗星においてゴーストクレーターを形成する地高トリンクルリッチについて説明する。地高は生断層に関連した地質学的特徴である。地高は流気が原因となって形成されているものが多い。 流気はクレーターができた時のアイソスタジーによる流気や火山噴出物の堆積によるものが考えられる。なお火山噴出物が堆積すると流気するのは火山物質が冷えて収縮し冷却によってさらなる収縮をもたらすためである。また、地高の向きは収縮した時の場合によって異なっている。クレーター周方向の応力が大きい時は放射線状に 半径方向の応力が大きいときは円状に形成され、半径方向の応力と周方向の応力がほぼ同じ場合、多角模様が形成される。リンクルリッチは地殻が隆起している地質学的特徴であり、圧縮応力に関係している。水星の内部では冷えており収縮しているのだが、この収縮は水星全体の圧縮を引き起こしている。水星ではリンクルリッチは 火山性の平野でよく見られる。平野に火山堆積物がある場合、火山堆積物の冷却により収縮し、リソースフェアが集局を起こすことで、さらなる圧縮応力が引き起こされるからである。現在、ゴーストクレーター形成の一連の流れを明確にするために、クロス・カッティング・リレーションシップが使われている。ゴーストクレーター内での例として、リンクルリッチの中に地溝があるとき、 リンクルリッチができてから地高が隆起したことが予測される。また、地高がリンクルリッチによって部分的に削られたように見えるとき、地高が先にできてからリンクルリッチが一部だけを削ぎ落とすように指定できたことが予測される。地高とリンクルリッチからなるゴーストクレーターは水星特有の地形である。地高やリンクルリッチが存在するには、 天体の内部が冷えて収縮している間に溶岩が、クレーターに蓄積し冷えることが必要である。月や火星などの水星以外の天体では、ゴーストクレーターであっても、地高や、リンクルリッチを持っていない。原因はおそらく火山由来物質の割合が月や、火星では水星より低いからだと思われる。ありがとうございます。